今帰りか。どうした？私が学内にいるのはそれほど驚くことか？よかったら一緒に帰らないか。少し話したいこともある。レム様よ、帰り際にお姿を見られるなんて嬉しい。歩こうかと思っていたが、落ち着いて話ができないな。車で送っていこう。これだ、受け取ってくれ。悪魔がクリスマスを祝うのはおかしな話だが、今はこうして人の世界で暮らしている。せっかくの特別な夜だ。君を喜ばせられるよう心を尽くそう。まだ当日も迎えていないというのに、そんなに喜ぶのか？いや、構わない。私はその笑顔に、いつも心が揺さぶられる。さあ、手を。どうかしたか？
ああ、良い夜となるよう尽力しよう。それでは。さっきから黙っているが、何か悩み事か？お、急にどうした？改めて見ても、君の手は握り込めるくらい小さいな。人目につけば面倒だが、今は君を離したくない。と言ったら、迷惑か？先に手を取ったのは君だ。今更恥じらうものでもないだろう。ついでに忠告しておくと、そんな愛らしい顔をされては余計に手放せなくなる。
それにしてもなぜ突然手をつないだんだ。その様子、私に何か隠しているな。なるほど、占いか。悪魔が幸運をもたらすのか、甚だ疑問ではあるが。このくらい近づいていれば少しは効果があるかもしれない。好きなだけこうしているといい。そういえば先日聞き忘れていた。クリスマスパーティーだが食べたいものはあるか。もちろん君のために開く宴だ。食べ物だけでなく何でも言ってほしい。なるほど、安心してくれ。その点に抜かりはない。人間界のマナーも学んでおいた。当日は君と私だけで過ごすつもりだ。どうか肩肘は張らないでくれ。そうしてくれ。君の期待には応えてみせよう。七面鳥も本場から取り寄せておいた。ああ、
飲み物はノンアルコールだが、シャンパンを用意してある。君と共に過ごすクリスマスなのだから、これくらいは当然だ。残念ながら味を楽しめはしないが、君と同じ時間を共有できるのが何より嬉しい。それではダメか。食事を始めよう。満足してもらえたなら何よりだ。デザートにはケーキを用意しているが、まだ食べられそうか。では持ってこさせよう。デザートの準備。少々お待ちください。お待たせしました、レム様。ああ、では始めるとしよう。今用意する。さあ、食べてくれ。なぜ驚いている？これが正式な作法なのだろう？ああ、人間界での恋人たちにとって正しいケーキの食べ方を学んでおいた。
遠慮することはない。さあ。すまない。君は本当に幸せそうに食べるな。機嫌を損ねたなら謝ろう。だが悪い意味じゃない。君の喜ぶ姿を見られて幸福に思ったんだ。幸せを感じると笑みがこぼれるものなんだな。今度から気をつけよう。いいのか。それはそれで困るな。そんな許しを得てしまうと君を見るたびに締まりのない顔になりそうだ。それは初耳だな。そうだな。たまにはこうして語らうのもいい。ケーキをないがしろにしてはいけないな。さあ、もう一口食べるだろう。本当に幸せそうだな。私はいい。ただクリスマス以外でもこうして食べさせたくなるな。いや、それは後で考えよう。もう一口。
まさかこれだけで満足したわけではないだろう。君と行きたい場所がある。ついてきてくれるか。参考資料によるとそうらしい。何でも恋が長続きするスポットとして有名だとか。食事だけでは味気ないだろう。他に何かと考えた時に思いついたんだ。君と同じものを見て、同じ体験をして、その気持ちを分かち合いたいと。それに女性はこういったものを好むと文献には載っていた。君の思考にも合っていればいいが。私もそう思う。リツカ、あまり離れるな。人の波にさらわれる。こうしていれば安心だ。どうした？何かなくしたか？これは。プレゼント？私にか？この手袋はもしかして君の手作りか？
いや、素晴らしい品だ。何者にも代えがたい価値がある。確かに網目がバラバラで、この辺りは膨らんでしまっているが、いや、積むるわけにはいかないな。君の愛情が見て取れる。温かいな。これをつけているだけで君を近くに感じられそうだ。しかし、私としたことが、贈り物を失念していた。後日送らせてくれ。そうしてもらえると助かる。そうだな。片手が温かい分、凍えてしまいそうだ。だから、こちらの手は君に直接触れていたい。今日という日がこれほどまでに大切だと思えるのは君のおかげだ。君が私を思って一から作ってくれた。それだけで何よりも価値あるものだ。素晴らしいプレゼントをありがとう。君の手も冷えてしまっている。繋いでいた方が温まるだろう。聖なる夜など私には似つかわしくないのだろうが、今だけは祝福された恋人として肩を並べさせてくれ。それは悪魔としては複雑な心境だな。君という人は叶わないな。Thank you.
特別な夜に改めて伝えさせてほしい。君を愛している。未来永劫、この気持ちは変わらない。また来年、こうして同じ輝きを見ながら、君に伝えてもいいだろうか。メリークリスマス、いつか。